こんにちは、魚屋よじいるむすちゃんです。今日はですね、平野節子さんのですね、彫刻展に来ています。場所はですね、秩父芸術文化会館で2014年の11月21日から26日までやっています。シュールが好きなんですよ。シュールレアリズムって言って、超現実っていうやつですかね。あ、無意識層だとか夢の中だとか、なんかそういうちょっと現実とは離れたイメージの世界。あ、自身なんだけど意外と自分を知らないっていうのがあって、なんか何が生まれてくるのかわからないものを大事にしたいから、めくらめっぽうに作って、その中でなんかちょっと気になるものを作り上げていく。これは足ですか？猫とネズミです。あ、猫とネズミか。そう、猫はこっちに出てくるところですかね。向こうに入ってる足、どっちか、なんかいるんだけど、まあ、天敵が並んでいる。猫からするとこれはどんな絵ですか？これはマンホールの蓋を影が持ち上げている。あ、マンホールの蓋、そっちの玉心みたいなのは、まあ、背景ですね。うん、2色になっているのは、まあ、光と影を今回は見ましたが、セメントに色をつけるんですか？はい、ちょっとしました。ペンキかなんかでやるんですか？もうスプレーです。あ、寝てるんですかね。いろいろ想像できますね。見る人の想像じゃないですかね。ハリゴテみたいな、なんか物の内側みたいなものがちょっと惹かれるものがあったので、そこから何かを出してみようかなと。これなんかからここに這い出てくるようなイメージですかね。なんかね、ね、1年に何回かこういう作品展みたいなのやってるんですか？1年に1回か2回にするんですけど、1回ぐらいは個展したいんですよね。あ、個展が好きなので。これは懐かしいシーソーですか、ね、シーソーですね。シーソーって昔よくなんか遊びましたよね、はい、子供的に作って作るって言いたいで。あ、やらない。そうです。なんかいいと思って。でも最近なんか子供、公園でこういうんで遊んでるかと思って、あんまり…あ、シーソーあんまりないかな。ないですか、シーソーね。ゲームで小学校とかでありましたけどね。影があるんですか？そうですね、ちょっと影が手のように伸びて、手がね、手のところだけちょっと色が違うんですね。そうなんです、そこだけにちょっと注目してもらえば。なんか最近こういう大雨だと結構なんですかね、排水溝じゃなくてアルプスから水がこうに出てくるあれがありますよね、テレビとかね。ゴリラに見えたからゾウの手を作っちゃったんですよね。ああ、そこ、私は今一瞬ゾウさんかと。ああ、そうか。ゾウの鼻から。あ、ちょっと鼻みたいな、ね。あ、それで。これはなんか少し手のとこにこう黄色いとか赤の。あれはあの合わせるポイントなんです。バラにして持ってきたので。あ、はい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 、外さないでそのまま。あ、バラになってるんですね。これ重いんですか、結構。じゃあ、でもだいぶ3ヶ月ぐらい経って水分が抜けたので、ほんと軽いですね。これ水たまりがあるんですか？そうですね、内側にあるけど、まあ外とのつながり、
そう、あとはこれ牡蠣なんですよ。お花もいけられるように、あ、これだけ防水加工してる。伸びてるのが影なんですけど、あ、はいはい、影が意思を持つというか、真ん中の木がこっちの方が好きって主張してる影、うん、影なんですね。向こうにあの木ですか。向こうにあの木ですね。なんか動物ですか。まあこっちは鳥の足ですけど、うん、まあ、まあイメージの遊びなので、こっちは鳥の羽に見えたから、ね、別なんですけど、最初にこの前だけ全部作って、何に見えるかっていうのを、あ、そこからですか。そうですね、形に想像して作って、こっちは鳥になったんだけど、あっちはなんかわかんないんだけどできちゃったみたいな。なんか怪獣っていう感じですね。で黒く色を塗ると、このこういう内側の部分までなんか影が黒くちゃんと見えるっていう新しい発見があったのが収穫ですね。あ、その手の黒と、手の影の黒と、そうなんですよね。こうつながるというか、なんかよりはっきり分かるなっていうのが分かって、そうですよね。今明るい影が全体の色になS の字がなんかこういう S かと思ったら、ここがね、こうなんですよね。あ、そういうのが分かりました。なんか研究しよう。あ、そこはね、なんかデザインが、これなんかあれです、間にボールとか持ったりすると面白いですね。タッチというか、手をつなぐような感じで見えてますね。赤ちゃんにパーってやってる感じですかね。なんかね、そんな感じ。Thank you.
雪解けから、あれですか、木かなんかですか。そうです、木ですね。はいはいはい、この部分だけが水が張ってあって、だから私はなんかサボテンだとか苔を置きましたけど、持ち主によって何でもいけられるっていう。これ柿になってる。これ結構深いんですか。いやいや浅いです。カラスがですね、白いカラスと黒いカラスが3羽います。ちょうどですね、この紅葉とですねマッチして、とても綺麗ですね。詰まってるんでしょうか。大きな手の中にいるような。